ファンの方にとりあえずあの気持ちをちょっと伝えようと思ってメールで送りました長文をこんばんは私メールじゃないとなんかちょっと送れんメ,メールだからこそちょっとなんか送れるような言葉もあったかなと思,思ったりもしたから <laughs> メールで送りました見てくださいぜひ 読んでくださる私の気持ちこんばんはでパパさん、花火、ありがとう、ディアさん、お疲れ、ありがとう、ありがとう、今日、来てくれて、嬉しい、<laughs> ありがとう,う、あ、ツイッター、今さっき投稿したけん、見てね、ツイート、今日の公開収録、ツイート、こんばんみん、え、ひよこちゃん、めっちゃ可愛かった、ひよこちゃんに会えてよかった。 姫子さんお疲れありがとうヒゲメガネさんラブレターありがとうこんばんは、えー、あよかったありがとうメール読んでくれてチケバあありがとねチケバえ公開収録めっちゃ楽しかった初めてだったんですよ公開収録ちょっとねドキドキしとったんだけどめっちゃ楽しかったです じゃあ大統亜時代来てるだけで一人を受けて人あそうだったんじゃんえ会いたかっためっちゃ <laughs> えなんかおるんかなって思っためっちゃえ来てそうな感じしたけどいなかったから一人なんかなと思ってやっぱ来てたんじゃん一緒に見たかっためっちゃ「ひゆめさんラブレター」「ありがとう森森さん花火ありがとうこんばんは」「ありがとう嬉しい」「ゆずきちさん花火ありがとう」 ありがとね今日チちきメンパーティーよしさんかわいいありがとう楽しかった公開収録あだいぶ大きくなってまうあみちゃんえそうなんだ会いたい <laughs> 会いたい ケイさん花火あ,ありがとう。竹松さん花火あ,ありがとう。りょうさん花火あ,ありがとう。ありがとうございました。イベント本当に。なんか、すごい。なんかレッスンもう終わったら、よしか、そうだ、配信だ。急いで帰らなきゃって感じだったんですけど、今日もめっちゃ配信があると思っちゃってて、なんかそれが、なんかすごいその気持ちが染みついてて <laughs>、レッスン終わってすぐ、 やばい配信ってやばい配信って一瞬思っちゃったあ終わったんだイベントと思って <laughs> ゆっくりして帰ってきました茂子さん花火ありがとうこんばんはねえそうあずみちゃんって呼ぶか呼んでいいよあずみちゃんって。 ゆっくり寝るかと思ったら深夜に雨降った時はえっそうなの <laughs> 雨降ったんだ天気がちょっと悪かったのかなえみんなゆっくり休めたもうゆっくり休んでくださいいっぱい <laughs> いっぱい寝てくださいああとあ声取ってなかった <laughs> ほんまじゃねめっちゃ忘れてた余韻がありがとう SNS 認証の紙 ありがとうこんばんはあとプロフィール欄のところにも書いてるんですけどお礼配信は広島のツアーの広島公演が終わってからゆっくりお礼配信をしようと思うので9月の3日以降かなにお礼配信をさせていただきますまずはあのツアー頑張ってきます広島ツアー終えてから。 ちょっと遅くなっちゃうんだけどょっと遅からコロナってしまったおかにあそうなのコロナになっちゃってたの大丈夫先輩大丈夫だよえー、ゆっくり遊んでねありがとう作席面が重たいってえ確かにいっぱい持つと結構な料理になりそううんね確かにみんなも星投げの確かに <laughs>。 <laughs> イベント後ねちょっと余韻が残ってるよねイベントのこんばんは主しさん花火ありがとうそうえ今日ちゃんとうまみんって言ったよシーサーベンドさん金魚ありがとうそううんあのいつもの100位までの方と あのタワーのお礼ですたくさんいただいた台風来るのかなえ台風来るの今週末本当にえ本当に 今台風来てるんだじゃけ天気が悪いんかなってわけじゃなくてツアーヒラシマだと一生かえそうだよねめっちゃ緊張するよね自分も緊張するやばいよドキドキ頑張ります星集めがてらいろんな部屋に行かなくなったああああ逮捕するぞ <laughs> 今日メンバーチキンラーメンの金粉でもらったりした キーホルダーはじゃなくってあのねレジャーシートをいただきましたツイッターにも写真を載せてるやつこんばんにゃありがとうねイベントありがとう <laughs> ありがとうございました森森さんたまやんありがとう二2つ来てるの やばいねこれから来るんだえー、待って悲しいえっ無事開催できたらいいな交通面が止まっちゃうのがあれだよねあのその日開催はできてもあの広島に行くまでの日か飛行機とか新幹線とかその交通系が止まっちゃったりしするのがしちゃう可能性があるから そこが心配。開催、開催。まあでもそれに伴って開催できなくなっちゃうとかもあるのか。えー、めっちゃ悲しい。来れない人が開催されても来れないって方が一人でも出ちゃうのがかは悲しい、本当に。うん、こんばんは。 へえー、やっぱ秋だからか秋なんか台風のイメージあるよね秋と春台風のイメージある自分晴れ女晴れ女になりたい <laughs> 晴れ女あずみに吹き飛ばしたいです台風なんて最後の愛情あずみが最高だったえ嬉しいありがとう嬉しい 泣きしなかったら慣れてないでってください <laughs> 偉い偉い <laughs> こんばんはとちゃまえさん花火ありがとうえー、こんばんは台風シーズンだよね9月10月多いよね台風三3日うん 確かにイベント台風に会いがちいや本当に会いすぎてるここ何日間か <laughs> 台風台風の影響会いすぎてるよね最近めっちゃ激突してるやだ激突しないでひげメガネさんレインボースターありがとう無事開催されてみんながちゃんと来れることになっとこうブータさん花火ありがとう ありがとうございます <laughs> ねえ台風もイベント来たいんかな私に会いに来たいんかもしれんもしかしたら台風も台風も私に会いに来たいんかもしれないですこんなにイベントにかぶせてくるってことあ安みよしなんかも実はくるくる回ってるのに台風 主食って食事の中で大事じゃないですか副食副菜とかよりもそんぐらいみんなにとってあずみんって大切な存在って意味です <laughs>。という感じでうまく言うけどそんなに意味のない言葉です主食はあ,ずみん,あんまりい意味ないこの言葉の。 ヒゲメガネさん金魚ありがとう広島選手楽に受けて準備できましたお見送りで服破きます <laughs> ねえ楽しみにしとけよほんまに楽しみにしとくよ, <laughs> とくよ言ったからには楽しみにしときますよそれか曲中に破いた方がいいんですよ 連れれてかれるかるにやでいいらお見送りでやばいっても連行されそうあそうなんだ11号これから来るやつがやばいのか。 確かに台風さんと押しかぶりが <laughs> 確かにええー、そうだよファイナルまで1週間なの出てっちゃうよねえー、私もだよも全然実感ないまだうん新次さんハートありがとうあンン <laughs> こうやって食は済ワズミ頭もぎもぎ 確かに、それて言ってほしいね。台風、こんばんは。あ、飛行機は意外と大丈夫なの。確かに。<laughs> えー、そうじゃん。来週の今頃はツアー広島って配信で感想で出してとうと思っやばい。確かにね。 いー怖いね早いねめっちゃ早いだって徳島始まったのがもう2ヶ月前ってことかな1ヶ月前2ヶ月前でしょえ三3ヶ月回るのかいや2ヶ月前かちょうど早いね徳島の徳島の公演から2ヶ月前ね こんばんは。早。え、知れがちこちかあつみんちゃん可愛いと話しててわかる。もっと言っていいけど話す。えー、嬉しい。ほんまに。<laughs> 嬉しすぎる。もう喜んじゃう。飛び跳ねて。そんな言葉 <laughs>。嬉しい。 福島公園とかまだ三日前ぐらいの感覚え、本当にねめっちゃあっという間だったくない広島のツアー始まってからさめっちゃ、めっちゃあっという間だった早い、早いですもう早い、もう今年の夏早い一瞬だった夏楽しかったね本当に徳島ラメー食べたようん、食べた食べた 吉島行って帰れなかったらあずみん家でみみんなでで <laughs> やばいやばい <laughs> パンパンになっちみんなみんな立って寝てもらうようになるけど大丈夫あずみんチ来たら多分寝れ,寝れるところないかもしれないね転んで立って、ね、寝ても大丈夫ならまあ考えとこうかな立って寝ても大丈夫ならみんな 確かに僕た知りまずえ嬉しい嬉しいめっちゃ暑かったねリアチから大丈夫そうなメルキたけど海もから来ないのがえ確かにあの二人うん体調うんレッスンもねそう最近姿を見かけれてない心配だねめっちゃ体調体調ね 毛抜けたよ、本当に。生ずみ想像以上に小さかったし、私可愛かったな。え、ほんま。わあい。<laughs> 嬉しい。想像以上にちっちゃいだろう。よく割れるんよ。結構百四十八センチってちっちゃいらしいです。あってみると。ねえ。え、そうそうそう。 今日のチキパの公開収録は9月2日の1時からありますのでよかったら聞いてね今日来れなかった方も今日来てくださった方も聞いてみてください1時ですチリパはね夜の印象があるんですけどチキメンパーティーは1時にあります今回今日の収録はこんばんは教えなからね <laughs> 教えるうーん 3人ぐらいのってのは入るかな押し入れんのかヘラペチエノさん星と金魚ありがとうこんばんはふふ <laughs> そう一週分だけどね。こんばんは。夢 <laughs> の公式ライバル、アズミンたちからねいないと欲しいいないと寂しいけど、ね、え私妙妙の公式ライバルなの？<laughs> そうなんだ。嬉しい夢の公式頑張んなやとじゃ妙妙に負けないように。<laughs> 公式なんだしかも STU 公式 <laughs> ファン公式こんばんはそうそーあ、本当にイベント終えて人成長したかな 大きく身長伸びたんかもしれんこんばんはでもツアー始まってサンキちゃんと練習が始まったじゃ始まるじゃんあのー、あのー、サンキちゃんと練習始まって 一番こう身近でサンキちゃんのパフォーマンスをさレッスンがずっと一緒だから身近でめっちゃ見る機会が増えてサンキちゃん見た時に一番わっすごっってなんかわっ自分めっちゃ頑張らんとってなんかめっちゃ刺激もらったのはみょんみょんです。ミョンミョンの、あのあーパフォーマンスというか見て レッスン時にすごいと思ってなんかねめっちゃ刺激もらったのうわふんばらんとと思って私、なんか自分にはないものを持ってるからミョンミョンってたくさんだからすごいなんかうわミョミョンんのあんところいいなあんところいいなって感じで結構思いましたね一番思ったかな、サンキュちゃんの中で みょんみょんとみょんみょんとリチャですね自分の中で三家ちゃんみょんみょんとリチャがすごいさ最初の印象最初の印象でみょんみょんリチャが結構おっってなりましたやばいってなった見ててなあみょんちゃん長谷川ノアちゃんですうん めっちゃ好きだよそうめっちゃ好きパフォーマンでねいいよねこんばんは千吾さん花火ありがとうつのさんバラありがとうこんばんはえ嬉しいねえ 好きですね、こっちこありがとうね今日 <laughs> ありがとううんリチャーはねバレエをやってたバレリーナを習ってたらしいですやっぱりバレエ経験者のあとマイキューさんとかアンナさんとかもだけど踊り方がすごい好きだなバレエ経験者のメンバーさんリ踊りあくん金魚ありがとうみきゃんさん花火ありがとう でもね今日ねあのねあのダンスの先生とちょっと話してていろいろあ嬉しいなと思ったのがあのこのツアー通して安住めっちゃ成長してるよって言ってもらってで今のあのダンスの先生って今まであの 教えててもらっった先先生生ととちょっと違う新しい先生なんですよあ今回のツアーの先生がね新しい方でだからそのこれまでのこれまでの私をめちゃくちゃ知ってるってわけじゃなくてツアーからの私の方がよりその先生は知ってくださってるんだけど初めて私に会った第一印象の時に私を見た時のアズミンと初日の徳島の。 時のあずみんは全然違う徳島からなんか覚醒したねって言ってもらって徳島の本番のお昼公演のステージ見た時にもううわんってなんか一番こうバーンってこうなんか成長したな抜けたななんかこうバーンって上に抜けたなって感じがすごいしたのよねって言ってもらえて。 嬉しいってなりました <laughs> 嬉しいめっちゃと思ってそうやっぱり徳島の時の自分が一番なんかすごい伸び伸びたらしい跳ねてうんめっちゃ嬉しかったですめっちゃしい嬉しい,嬉しい本当にでも自分もツアー通して自分自身もなんか 成長できてるってすごく思え,思えてる思えてるけどなんかその言っていただけるんですよ言って「いただけて成長してるね今回のツアーとして」って先生にも言っていただけて自分でもあ成長前の時自分となんかちょっと違うかも今の自分変われてるかもって思うけど。 そうなんかすごく大きな成長って具体的に自分じゃあんまり分からなくててんか変われてるんだろうなってまでは分かるけどなんかでもなんか分かんないの本当に変われてるのかなって思う本当に自分って今までの自分と全然違うのかなっていいように成長できてるのかなって自分でめっちゃ思います そうだから今日先生とかにそう言葉にしてこう言ってもらえてより嬉しかったしあもうちょっともうちょっと自信持とうってすごく思いましたそうでも今は一回その中ツアー始まって徳島でもんってこう成長できてから自分もなんかちょっと停滞してるなって感じで思ってたんですよなんかこの成長レベルが。こののツアーの中でもね なんかちょっと今なんか自分の中で安定安定するのはいいことだけどなんか変に安定してるような気がしてて自分の中でやっぱりマネージャーさんにも言われたのね最近停滞しちょっと停滞してきてきるちょっとずつ伸びてきてるけどなんかこのいこうと徳,島多分徳島の自分が良かったんだろうね <laughs>。 嬉しいんだけどなんか,なんかその一回ボンってなんかこう,うわ成長したっていうのが見れたからより多分今がすごいちょっと停滞して見えるんだよねって言葉をもらって確かにそうだと思って自分でもちょっとそう思ってたからあ本当にそうなんだって思いましたねこの前。だからまたファイナルでファイナルのね広島今週末の広島で本当の本当に最後で締めくくりだから広島が。 なんか突き抜けたいですね <laughs> もっと成長したいなんかもっと成長した姿見せたいなってすごい思う広島頑張るだから愛媛 <laughs> のあずみすごくほんまに嬉しい小さな巨人だった以前の先生来てくれないのいや以前の先生もおられて レッスン受けてるけどツアー以外のレッスンツアー以外はその以前の先生と関わってますツアーはツアーだけ新しい今の新しい先生が関わってくださってるって感じそう「ひげメダルさんレインボースターありがとう!ね」ねなかなかなんか自分だとね気づけないよねそういうなんか変化みたいな感じの。 かなあ本当ツダムシャワーでたいえうれしい頑張る 確かによくしゃがんどるって考えなそう思う準備段階ってもう今うんでも頑張る頑張りますいろいろねあもっとこうしたいあしたいって思う,思うのなんかやりたい自分の こうやりたいああやりたいを体に起こすのめっちゃ難しいんですよでも難しいけどなんかそのここはもっとこうしたいああしたいこうできたらもっとよくなりそうだみたいなのを考えるのが最近楽しいんですよねめっちゃ。でもそれを体に起こすのが難しいんだけど考えるのが楽しくって。 なんか私私めっちゃパフ,ォ踊るのめパフォーマンスステージ立つのめっちゃ好きなんだって思う最近すごく思う踊ったり歌ったりするのがめっちゃ好きなんだと思うすごいね楽しいんですよ考えて「あしたいこうしたい」って考えてる時がめっちゃ楽しい そうそれを体にちゃんとなんかできるようになるおろしなんかそうなんかそれを自分のなんか体現できるようにな,なれたらベストだし多分またね一つ何か成長できるんかなって思うけどそれがなかなか難しくって嬉しいじゃえありがとう <laughs> この研究生は本当すごいです 生歌ダンスでこれまで付けたえ本当に確かに生歌ね頑張ってるみんなで嬉しい成長できてるこんばんはあ初見さんゆいさんたまたま配信来たらめちゃくちゃかわいくて今までしてええっ めっちゃ嬉しい, <laughs> っ嬉しいえっ s t ートのね2.5期研究生の岡田あずっていいます <laughs> 嬉しすぎる今週末ねツアーがあるんですよ DMM でね配信が見れるんだけどよかったら見てみてくださいえー、ST のこともっとしてほしいな嬉しいめっちゃ確かに こんばんは楽居さん、助けさんこんばんはありがとう神戸で初めてアめミ見てハマりましたえっ嬉しすぎるめっちゃ嬉しい <laughs> 嬉しいありがとううん。そう理想像的なの こんばんは <coughs> 頑張る広島ノートね確かに書き出すのってめっちゃ大事だよねうん。楽しい踊るのトーマンスめっちゃ好きです ありがとうイベントお疲れ様ですありがとう次は水色めっちゃ目立ってきえめっちゃ目立ってたよすぐ見つけたうんま <laughs> 野ポーさん結婚してありがとうい5 k g は最初から完成されてるとか言ったけどまだまだそれ成長してるしもえ嬉うしい一瞬成長しようじゃん <laughs> 最初確かにえでもなんか アクターズ出身じゃないですか2.5期ってなんかアクターズのオーディションっていうなんかすごく異例なオーディションがあってアクターズの限定オーディションっていうので選んでもらった4人でアクターズの出身の4人だみたいな感じだったからやっぱりなんだろうそのパフォーマンスとかの部分においても。 結構たくさんの方が期待もしてくださってたじゃんアクターズ出身の4人だっていうのでだからそれの期待してくれてるのめちゃくちゃ嬉ししかったし期待してもらってる分それにみんなでちゃんと答えなきゃってめちゃくちゃ思ってなんか頑張ってたけど そ,うそれがなんか自分たちにとってハードルがそう上がっててなんかなんかめっちゃなんて言うんだろうなんかこ越えなきゃいけないわけじゃないけどそのハードルをでもなんかね なんか嬉しさと一緒になんかそのアクターズ出身だからっていう形で全部なんか見,見られることのなんかちょっとしんどさみたいなのはあったかな始めらへん多分みんなあったんじゃないかなって思う4人とも。 うん、だからより初めにその期待してもらって、まあ、そのけなんかこうわすごい研究生4人なんかすごい生,なんか生で歌って踊ってなんかパフォーマンス力も高いぞみたいな感じでこう評価をし,してもらったからこそよりそこからの伸びがあんまりないないねみたいなことも言われてたずっと。 言われたたりもしてたからそれをだか,ら、ね、だから初めに出てきた自分たちの一番初めの時の自分たちをなかなかなんか自分たちで超えられなくてずっと。で1年経ってこのツアーが始まってでこのツアーをきっかけにやっとなんかみんながなんかそこから。 成長今できてきてるって感じが言われるんですよ。そうだねと客観的に見てもスタッフさんとかにも言われるし自分でも思うからあそうなんだろうなってめっちゃもうなんかツアーを通してのこの、まあ、全体的にサンキちゃんも2.5期も研究生みんな成長してるんだけど始まってからずっと2.5期のこの成長具合っていうのが。 なんか本当にツアーがあったからこそなんかこう先輩になってツアーをっていうものを経験できたからこそなんかこう得れたものめっちゃ大きい気がする成長できるなんかあれになったものが「よしーさん結婚してありがとう!」「ひげまさん結婚してありがとう!」「恋さん結婚してありがとう!」 アミちゃん身長148ですよ。マーキュル花火ありがとうケイさん結婚してありがとうリオさん結婚してありがとうシミこさん結婚してありがとうフフ <laughs> さん結婚してありがとう慎吾さん結婚してありがとうけちさん結婚してありがとう,がとうコイさん結婚してありがとうマーキュル結婚してありがとう <laughs> こんばんは。 うん。そう。いろいろね。だから。広島ね、みんなで。 本当に最後の最終最後の中大生だから広島で見せれる姿ってこのツアーのより頑張らなきゃなと思いますねみんなであと1週間あこれからたくさんえ嬉しいえちょっとずつ覚えてってうん STU の曲もねめっちゃ素敵だからたくさん覚えてください嬉しい こんばんばは個性せるの本当にでも個性確かにするようになってきてるかもしれないマルスさん花火ありがとうめおうちゃん結婚してありがとうふふ。<laughs> オープニングアクト救急車はあなたが3例目アップしてますあっに間違いないです嬉しい確かにウィンクも懐かしい確かに <laughs> 私もウィンクするのなんか懐かしいよめっちゃうーん何よりステージに立たないと成長ってしつらけますえそれはめっちゃ思うやっぱりバカズ 大事だよねステージに立つことってめっちゃ大事な気がする、うん、こんばんはこいさんハートありがとう うんツアーねめっちゃ自分にとって大きかったですいい機会よかったツアーステージできてちゃんお疲れありがとうシンジさん星ありがとううーん 森森さん <laughs> 嬉しいかまいい祭りちょっとこれ少ししようありがとう祭りわっしゃい <laughs> ありがとね今日もありがとうリアくんハートありがとうしかもバイタワーね嬉しいありがとうイベントもありがとね <laughs> ありがとう見つけたよありがとうございました

変な顔 <laughs> ここをこうやってやるだけで全然顔が違う <laughs> 昇格ね昇格も頑張ってしたいなまずは昇格なのでね昇格しなきゃいけない えありがとうね一緒に頑張ってくれてありがとう恋さんも「美穂コちゃん花火ありがとう恋さんお疲れありがとう」スクショしないでよ <laughs> 急な変顔急な変顔ちょ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  あーうん今日さ朝思った以上にもう 一瞬廃人って起きちゃった今日はさ <laughs> なかったんだけどえそうあ待って今日会った大変なこと聞いてそうよえ今日会ったもうねすごい話聞いてくださいそうだったえそう今日ねそうなんかその時一回「廃人!」って起きてから5時ぐらいに目が覚めて 寝ようと思って8時15分集合だったんですよで、次目覚めたらもう7時台行っててよばばばばばってなって急いで準備してあのもうカバンの中に荷物ばーッって詰めてリュックなんですけどカバンの中にバーッって荷物詰めてズワーってもう走って集合場所まで行ったんですよね今日バーって走ってったら着いたらマネージャーさんに えリュックどうしたのめっちゃ全開だよって言われて私リュック閉めたと思ったらもうチャック全開けで全開のまんま気づかずに走って集合場所まで行ってて <laughs> 行って気づいたんですよ全開のことに言われて気づいて「え全開だった!」入って言って <laughs>「大丈夫なんか落としてないのもの」物音とかって言って「いや大丈夫です」みたいな。 多分落としてないと思いますとかって言いながらそのままなんかメイクしてもらったり準備をしたんですよねでその朝ごはん食べてなかったからコンビニ行こうと思って自分の支度が終わった後にコンビニ行こうと思って財布をねカバンの中で出そうと思ったんですそしたらあれあれ財布入れたはずなのにあれないってなってカバンの中にないってなってえっ やばいやばいってなってでも朝そのもう遅刻ギリギリぐらいに家を出たから急いでたんですよ正直内心ね急いでたから財布別のカバンの中に入れてたのもともとだからそっから入れ替えなきゃいけなかったんですよ朝リュックの中にだから記憶をたどったらいやもしかしたら家に置いてきとる可能性もあるかもしれんと思って財布が そうリュックの中にもしかしたらもうい入れ忘れとってそもそも家にあるかもしれんって思ってでもその最終準備完了せんといけん時間まで30分弱ぐらいあったから落ちとったらいけんけんねもし万が一落ちとったら落ちとってもいけんけんその家帰りながら財布探しながら家一回帰ってみんちゃいってなって家帰ったんですよ。ほんで 財布あってください財布あってくださいって思いながら家に帰ったらなんとなんと財布ありませんでしたお家に財布なくってどこ探してもその昨日持っとったカバンの中探してもないんですよそうリュックを置いてたあたりのところ探してもなくってだから落としたってなって財布を 私、朝から財布落としちゃったんですやばいよねでまネーさんもすぐ連絡して財布落としちゃったみたいですやっぱり言えなかったですって言って <laughs> でそれでそうすぐに警察署に電話して中,中央署のね 警察に電話して「財布落としました」って言って「これこれのあれあれのどれぞれのそれぞれの」って言ってそのなんか「あれが入ってますこれが入ってます」「住所はなにないでお田雅美で」って言ったら「探してみますね」って言ってその待ってたんです警察の方そしたら「探してみますね」って言ってもう2分後ぐらいに「ありました財布届いてますよ」って言われて「よかった」ってなって。 そうもう届いてたのえすごいねそれが8時半8時ぐらいにお家を出て9時半ぐらいに落ちたことに気づいてそっから探して電話して1時間半の間で誰かがそう落ちてた財布を見つけて届けてくださってたらしくってその1時間半の間だよ朝のよく見えそうよくよかったよねももそう中身も全部無事で って言っても私77円しか入れてなかったんですよ、中身。<laughs> 財布の中77円しか入ってなくって。だからまあ取るお金もなかったってゃなかったんですけど。でももうその他もろもろの大切なカードとか、もう全部無事で。そう、もう日本素敵って思いました。もう優しい世界。本当に日本。本当によかったです。日本。 日本ってなったもう朝から <laughs> そうなんよ結構これまでで一番でっかい落とし物した今日がうんな <laughs> 恥ずかしかったよじゃっけほんまに良かった広島の日確かにもう広島も日本も優しい本当によかった いや昨日めっちゃ使ったあの昨日ね全使ったんですよそうカラオケに行ってお金使っちゃってそのままだったから77円だけだっためっちゃ恥ずかしいよね77円しか入ってない財布もラッキーセブンだからラッキーだったのかもしれないでなんか中央署にまで届いてて広島の 中央書に届いてて中央署に取りに行ったんですけど今日取りに行って今もう手元にね財布あるんだけど中央署に取りに行った時になんかあのなんか紙みたいなの書かなきゃいけなくって中に入ってた金額を書くのに77円って書いたんですよ <laughs> めっちゃ恥ずかしかった <laughs> 何円入ってたか書かんといけんのに77円って書いてて。 そう77位しかこの人財布の中入ってないんだってもう思われてる思われてたんじゃないか <laughs> 恥ずかしかったです <laughs> 恥ずかしい77位も恥ずかしかったけどよかった戻ってきて本当によかった本当によかったカードもえそうカードがやばいかもって思ったけどもう全部無,無事無事でしたね そうなんよねカード大変だよね止めもしあ本当に万が一あれで朝まだ届け出が出てなかったら止めたりとか連絡もしなきゃいけないって思ってたけどよかったです本当す電話して2分ぐらいもう一瞬でした「もうお長所お待ちくださいありました」ぐらいもう2分も経ってない30秒1分も経ってないいぐらいで <laughs> 本当に一瞬一瞬で「ありましたよ」ってすぐに連絡もらったので「ありました連絡を」だから本当によかったです本当によかった早かったうんよかった っていう今日の話ででしたか円私からキャッシュレスえそれでもめっちゃお母さんに言われてお母さんに言ったんよ財布落としてって話をしてで今さっき電話で、ね「財布見つかったよ」って言って「でも77円しか入ってなかったっけ恥ずかしかったんよね」っていう話をしたら「いいじゃん」ってなんか。 最新型の人だと思われてよかったじゃんって言ってよかったと捉えようって言われましたキャッシュレス派キャッシュレスを生きている人ってこと人ってことにしてめっちゃ最新的な最新的な人ってことにしとこうって <laughs> キャッシュレスキャッシュレスの女ってことで 私全然キャッシュレス派じゃないのにめっちゃ現金派なのにねえよかったですあ一1割拾えどうなんだろう何も言われなかったよねでも確かに1割拾った拾った方へのあるやつえあるのかなそういうのでも何も言われなかった そういうい全然えっだめっちゃ焦っためちゃめちゃ焦りましただいぶ落としたあ私ねあれなんですよあのキャッシュあのなんだっけカードあのクレジットカード ナンバーレスにしてるんですよナナンバーレスナンババーーレレススカードにしててあのカードにナンバーが書いてないやつにしてるんですよ今だからそれの心配はない多分カードの番号が見られてとかっていう心配は多分ねないですね携帯で見れるようにしてるからナンバーレスにしてるからそうよかったナンバーレスにしてて、ね。 めっちゃ心情キュッてなったもう本当に朝から一安心でも本当にすぐ見つかってよかったこれ全然見つからなかったらもう一日頭の中財布しかなかったかもしれない今日あ入ってた金額を渡すんですか その1割のやつってそうなんかなあ拾ったわけあそうなんだ入ってた金額を1割みたいなことなんだねえ七7円それはもうなんか。 確かに逆に申し訳ない私が7円だけあげるのもなんか拾ってもらって7円あげるのも逆に申し訳ないから「あいやもっとちょっと受け取ってください」ってなっちゃうわこっちが。うんいやも私もだからもうなんかもしあんまり落とし物に出会う場面あんまりそうそうない なんかそういう大切な落とし物とかがに出会った場面ではもう絶対に警察に届けてもういいと心に誓いました <laughs> より世界に優しい人間になります私はそうナンバーレスキャッシュカードね買うときに。 クレジットカードかおすすめして、おすすめしてもらった。ナンバーです。しててよかった、本当に。なるほどね。えー、朝落ち着いて、そうだよね、本当もう、えー、もう最近さ、めっちゃ恥ずかしかったのがさ。<laughs> <laughs> 私最近走って集合場所向かってるんですよあの <laughs> 毎回いやなんかね間に合うと思うんだけど間に,合、ま、間に合わなさそうでギリギリ <laughs> 集合場所から家から出た瞬間はあこの時間ではまあ間に合うかなと思いながら歩いていくんですけどいや待てよってちょっと集合場所近づくにつれてあ待てよ間に合わんかも 走れーっていう生活を続けてて最近めっちゃほぼほぼ走ってるんですよね集合場所行く時行くまで結構ダッシュしてることが多いんです「カッパ・アカデミーさん花火ありがとうこいさん星ありがとう」そう星たら今日くるくるになんかあのあずみんが「 アズミンが走ってる情報をめよく耳にするよって言われて「どこ情報?」ってなってあずみんがアズミンが走ってたっていうのを見た人の話をくるくるよく聞くんだって <laughs> なんかメイクさんとかスタイリストさんとかが私が集合場所まで走ってる姿を私が知らないところで見られてるらしい <laughs> その STU のスタッフさんとか関係者の人たちに <laughs> たちが <laughs> に見られてるらしくってそれ知って今今日知ったんですよそう話してたらクルクルがクルクルに教えてもらったそうあずみんが走ってたあずみんが走ってたっていうのをよく聞くんだって恥ずかしいほんまに走って集合場所まで向かってる姿いろ見られてるんだって <laughs> 一回会ったのは本当に集合場所に遅れそうになってその日朝ね でやばいって走ってたんですよ。らその走ってで間になってたらその事務所で事務所に着いてマネージャーさんと「フー!」とかって言って話をしてたらその事務所に後からそのスタッフさんがピューって入ってきて「おはようございます」って挨拶したら「今さっき走ってここまで来たでしょう」って言って。あの 自分のの横走ってて通り過ぎていくの見,た見たよみたいな <laughs> 自分の横走って通り過ぎてっ私は今さっきとかって言われてもう私もう気づかずにもう走ってただ遅れないことに夢中でわーってこう走ってたからそのスタッフさんの横を走りながら <laughs> そのスタッフさんを通り過ぎてたらしく,通り過ぎてたらしくってその,そのスタッフさんをゆっくりと歩きながら私が走って。 でその向かっていく姿をこう見ながら出勤されたらしい <laughs> そうあとでそ,うそのそう上その,その場所で会った時に言われて恥ずかしいってなりました <laughs> 本当に恥ずかしかったうん走っていってたでしょしかもその、ね、雨が降ってたんですよ 傘さしててだからよりより分かんなかったもう私もう周りなんて見てられないぐらいもう私はもうあともう2分に必死で傘持ってたからそうより分かんなかったのもありましたその時は小雨が降ってたんですよもうびしょ濡れです汗と雨で <laughs> 大変大変だった そう見られてるそうなんで、ね、意外と見られたりしてるんだよね学習せんとって思うんだけどね朝ってねなかなかねなかなかなんかね時間ないのにねゆったりしちゃうんですよね私変に。 えほんまに気づかんかっただいたい物落としたらねポトンとかって音で気づくんだけどねほんまに気づかんかったですというか <laughs> リュック全開で走ってたってことだよね私よくよく考えたらリュック全開に開けて走ってる人でしょやばいよそれめっちゃ焦ってる人じゃんリュック全開で。 そういえば確かになんかあの高校生ぐらいの男の子たちとすれ違ったんですよなんかよくなんかめっちゃ見られた気がしたもん中学生高校生学生の男の子に今日朝もう見られたけどももうなんか気にしないもうそんなこと気にならないぐらい焦ってたので朝確かによく考えたらなんか見られたからなんか こうやってなんかこうじーってこうやって見られ,見られたんですよ空いてたからかリュックがリュックが空いてたから見られたんだ走りながらリュック空きな…あ、リュック全開で走ってる人がおるわってそう こんばんばはいやでも普通の格好よこの格好あずみんって別にそんな「あずみん!」って書いたような T シャツ着て歩いてないんですけど分かるんかなあずみん確かに財布落としただけで済んでよかった確かに本当に気をつけようもう 本当に気をつける確かに日曜日の夏休みの朝確かに確かにお,におっちょこちょいしちゃうほんとにおっちょこちょいしちゃうそりゃみんな見るか確かに見られた。 なんか見られたうん確かになんか見られたったようんも何か開いてたけんじゃ財布以外はえ 大丈夫そううだった財布以外は、うん落としてなそうえでも私あのリュックの中に入れてたものの中で結構財布が一番重たいと思うんだよねびっくり財布落ちたのだから一番重たいと思って財布重たいと思うんだけどバッグの中でめっちゃ走ったからびっくりなんだよね財布が落ちた事実にどうやって落ちたんだろうあの財布 確かに気をつける。私走らずに集合場所に向かいます <laughs> 走らずに向かうちゃんと横から出たんか確かに横から出たはありそう やっぱ5分早く出たら走らんでもいいんよ。5分。<laughs> 5分早く出たら、もう一回そうなのよね。5分早く出とったらね、走らんでもいいんですよ。5分早く出なきゃいけない。5分早く出る。そう、5分なんよね。<laughs> その5分が走る5分なんですよ走らなきゃいけないその5分をそうなんよねいろいろ準備してたらねえでも遅刻はしてないんですよ遅刻はしてないちゃんと集合時間に集合時間までにはじゃちゃんとついてるので遅刻はしてないです <laughs> いや全然なんか胸張って言えることじゃないけどでも遅刻はし,してない <laughs> その5分で5分早く出て余裕感を持って集合する学生時代もダッシュしてるうんそうだよ歩いてたら近くだよだから早く走ってるの。 余裕持つ行動に余裕持ちますちゃんと五分早く。 くん欲しいありがとう準備ね確かに前の夜 <laughs> いや絶対そうなんよね確かに今日も多分急いだったけんチャック閉め忘れたんかなめっちゃ閉めた気したんだけどな閉め忘れたんじゃろうな多分どで明日の支度は大丈夫うん そうもう荷物変わらないから <laughs> 荷物同じ荷物なので大丈夫ですこいさんかわいいありがとうチャックだけは気をつけようちょっとリュックのチャックだけは気をつけるようにする。 確かに財布もねきちんと準備して落とさないように財布と携帯ね財布と携帯気をつけよう確かに気をつける本当に気をつけるんよ用にもする <laughs> いっぱい気をつけますよしじゃあ団中読もっこにゃー 13位、つなさんありがとう !12 位、ぬしさんありがとう !11 位、しめこさんありがとう !10 位、こいさんありがとう !9 位、しんじさんありがとう !8 位、マーケルありがとう <coughs> !7 位、かぎ37さんありがとう !6 位、いもやいもきちさんありがとう !5 位、りおさんありがとう よい、めおこうちゃん。ありがとう。3位、ひげめがねさん。ありがとう。2位、ゆずきちさん。ありがとう。そして1位は、ドゥル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 。もりもりさーん。たまありがとう <laughs> ありがとうございました。ありがとう。またね。バイバイ。あ、そうだった。 ちょっと、ランキング、明日から書きます <laughs>。ごめん、ランキング書く紙たち、別の、あっちの部屋に置いてきちゃった。ありがとうありがとね。ありがとうございました。<laughs> ねねあずみんする。じゃあ、ねねあずみんで終わりませんのって言ったら、ねねあずみんって言ってください。明日の最新はおやすみします、久しぶり。 久しぶりの朝配あっ久しぶりではないか明日の朝配信はお休みでお願いしますゆっくり休んでくださいみんなもじゃあねねあずみんで終わりますせーのって言ったらねねあずみんって言ってくださいいきますせーのなーにー ありがとうございました。バイバーイ。おやすみなさーい。